はい、皆さんこんにちは、ワダリグビジです。では今回はアートバイアン4、久しぶりにプレイをしていきたいと思います。プレイのコンセプトはですね、日本を民主化して戦前の状態から日本を改造していく、日本列島民主化大改造計画と題してプレイをしていきたいと思います。シナリオは1936年のシナリオを選択します。でもちろん担当する国は日本、まあ、当時の大日本帝国になります。難易度は一般兵で進めさせていただきます、まあ、いわゆるノーマルの難易度になっています。まずは大日本帝国からですね、日本へと国を作り変えるというところからやっていきたいと思いますので、国家政策としてはですね、民主化路線を歩んでいきたいと思います。まあ、史実ではこのままね、帝国制、軍国制というところで太平洋戦争へと突入していくんですけども、それをまず避けようじゃないかということになります。なので国家方針ですが、まずはこの文官政府を強化、これによってですね、国体を民主化していくというのを最初にやっていきます。で、これ完了すると画面字が少し小さいですが、完了後に重原喜重郎さんを国家顧問として迎えることができるようになります。これによってさらに民主主義への支援にボーナスがかかるので、これをまず行って、そのままですね、先制放棄というところで軍国制を打倒するというところまで国家方針は進めたいと思います。研究の方は、まあ、ここはセオリー通りになるかと思いますが、産業系、さらに工学系、このあたりをね、まんべんなく最初に入れていきたいと思います。でもちろんですね、軍国制ではないという方針を取ろうとしても、世界は戦争へと入っていきますので、軍備も整えていきたいと思います。ではこれでしばらくね、工場を建てたり、まあ、装備を生産したりという指示を与えて時間を進めていきたいと思います。まず、もちろん陸軍の装備ある程度作っていく必要があるかなと思うんですけども、並行してやっぱり海軍国家、海洋国家である日本としてはですね、海軍力の強化というのも急務中の急務なので、この海軍の造船所もね、ある程度数は用意をねしていきたいというふうに思います。で、装備品ですが、まあ、最初のうちは陸軍のね歩兵装備中心に生産を行って、余裕が出てきたらですね、これらの装備を空軍飛行機に割り当てていきたいと思います。造船所の方は船が出来上がり次第ですね、少しずつ大型艦の方に移行しつつ、海軍軍縮条約に違反しない、抵触しない範囲で、作っていく必要がありますので、一通り大型艦を作り終えたらですね、巡洋艦、駆逐艦、潜水艦といったものへシフトしていきたいと思います。で、もちろん足りなくなった資源はアメリカなどから輸入していきましょう。アメリカとは戦争するつもりはもちろんないので、アメリカにはね、しっかり我々に協力的な対応を取ってもらいたいな、というところですね。さらに、海軍に関しては、デフォルトで用意されている艦隊いくつかありますけども、これ一度再編して名前変えておきたいと思います。では、陸軍の再編を行いました。簡単にご紹介していきたいと思います。まず、画面の左上に注目していただいて、遠征1軍とついてると思うんですけども、遠征1軍というのはですね、満州とか蒙古、さらに朝鮮半島ですね、今大日本帝国になってますけども、いわゆる朝鮮半島、このあたりに、まあ、駐屯している軍、これをですね、第1遠征軍、そして第2遠征軍という形で再編を行っています。さらに、本土防衛軍として、まあ、そのままになりますが、日本の本土、ここの防衛軍を編成。さらに、太平洋の各諸島、まあ、これは、離島の防衛という位置づけで、離島防衛軍と
という形にしています。さらに傀儡国となっている満州蒙古から供出させた軍、これを派遣軍という形で用意をしています。さらにですね、海軍の方なんですけども、現状5つの艦隊があります。主力第1艦隊、ここはこの艦隊の機関を務める長門、あとはね、春名とか扶桑、こういう戦艦部隊と空母は1隻のみになりますけども、龍城を配されている、まあ、主力中の主力という艦隊になってますね。さらに第一機動部隊、ここはですね、空母加賀赤城をね主力とした機動部隊に仕上がっています。まあ、虎の子の機動部隊になってますからね、しっかり働いてもらいたいなというふうに思っています。空母加賀に関してはご覧のような編成スペックになっています。戦闘機の数はですね、16、爆撃機も16、そしていわゆる対艦攻撃機が28機という編成です。そして赤城、赤城はですね、現有している日本海軍の最も艦載機の多いものになってますね。戦闘機、爆撃機が12機ずつ、攻撃機が36という合計60機乗っています。まあ、このあたりはより新しい戦隊だったりですね、格納庫を増やしたりとかっていう形で、もちろん搭載できる航空戦力の数増やすことはできますが、現状は赤城のスペックこうなっています。で、砲将なんかに関してはね、特設空母に近い位置づけになってますので15機という少し数が少ないものになっています。で、主力第2艦隊の方ですね、ここはあの従順で編成、そして主力第3艦隊、ここは数は少ないんですが、一応伊勢、日向というね、この辺りの戦艦を配してあります。残り2つは偵察第1、偵察第2という形で艦隊の編成を行いました。空軍に関してはですね、この後陸軍につける形で、まあ、地域を守るというよりかは各軍に属する形で編成を行っていきたいと思います。では時間を進めていきます。では冒頭ご説明した通りですね、重原さんを政治顧問として招き入れて民主化への支援にボーナスを取っていきます。はい、日本の今の政治勢力なんですけども、大政翼賛会が全体の 95% を占めていて、立憲民選党、これがいわゆる民主主義の勢力になるんですけども、これが今ちょうど 4% から 5% に変わりましたが、これがね、今の状態になっています。で、目指している国家方針、この宣誓放棄なんですけども、字が小さいので読み上げますが、立憲民政党、つまり民主主義への支持率が 30% より高いというのが発動条件になっています。なので、まずこれをね、今 5% だったものを重原さんの力を使って 30% に上げていって、これを発動、そうすると満州だったり蒙古といったところが独立してしまって、朝鮮半島も解放されるんですが、大日本帝国から日本という形に国を作り変えることができます。これを行っていきましょう。国家方針で研究枠一つ手に入れましたので、艦載機、これの開発を行っていきたいと思います。まあ、いわゆるこれは96式の艦船になりますかね。これ研究していきます。で、この後産業工業系の研究を進めるんですけども、まあ、一段落ついたらですね、空軍、陸軍、海軍と一つずつまんべんなく研究の方は行っていきたいと思います。で、さらにそれも一通り、まあ、キリがいいというかね、一定のところまで来たら海軍の方に舵を切って一気に海軍力を爆増させていくというのを、基本的な、ね、戦略として据えていきたいと思います。じわりじわりと民主化の政策進めて 26% まで来ました。実はここまでの間にですね、陸海空それぞれ演習を行って練度を高めて経験値を得ようと
いう作戦を行ってです、来たんですけども、陸軍の経験値は2、海軍が32、空軍に至っては1という状態です。ただこの後、先制蜂起を行って、韓国を解放、大陸からも撤収。さらに国内では軍国派と民主化が内戦を引き起こすという、戦争状態、内乱状態に陥りますので、その時に演習で傷ついていると戦いに支障が出ますので、そろそろ演習を終えてですね、いつでも戦闘ができる体制へと変更を行っていきます。もういつ 30% に到達して戦争になるかわからないというね、そういう状態になっていきましたからね。ここは、いつでも戦争ができる状態というところに、持っていきたいと思います。よく言えばもう少しね、経験値欲しかったかなと思うんですけども、これはこの後に期待をね、していきましょう。はい。民主主義の支持率が上がってきてですね、民主主義野党が結成、大政翼賛会に対して反対的な意見を公に言うことができるということになってきましたね。この後では冒頭からご説明してきていた民主主義へ国体を変更していくというのをやっていきましょう。ここで先制蜂起が完了しましたので、これで二度と軍部には支配されないということで国体の変更を行っていきます。これで内乱状態になりますね。大日本帝国から宣戦布告を受けました。これで僕が担当しているのはいわゆる日本になって、大日本帝国との内乱内戦状態に陥っています。であとはですね、防共協定、これはドイツとの、準同盟と言えるような内容になりますけども、これはね、拒否を行っていきましょう。ドイツ、イタリアのね、ファシズム系には走らないということで拒否します。五ヶ島、軍国主義者の追放を行います。さあ、ではここからですね、内戦の方を戦っていきましょう。見ておくとですね、日本と大日本帝国に分かれてますが、日本が大阪、東京、青森ぐらいまで取っていて、四国から九州、中国地方、北海道なんかは大日本帝国が、そして朝鮮半島は大韓民国が独立、さらに蒙古国と帝国関東州という形でそれぞれ独立を果たしているという状態です。ではここから戦っていきましょう。まずはしっかりと将軍を任命していきましょう。将軍の質がちょっとどうなんだいというのがありますけどね、どうしてもね、軍国主義者の方に強力な将軍たちは移ってますね。ただここは負けられない戦いになるかなと思いますので、しっかり指揮を取っていきましょう。軍の数はね、アイランなので、ほぼ互角になってるとは思いますので、あとはもう僕の指揮能力に全てがかかっているとも言えると思いますからね。この間もとはいえ研究はしっかり行っていきます。さあ、四国に上陸できましたね。この四国への上陸は足がかりに、まずは四国をしっかり取って、九州ないし中国地方への上陸というのを行っていきましょう。小沢治三郎さんが帝国軍の戦艦3隻を撃沈、これは大きいな。敵戦艦陸奥、日向、山城、これを撃沈してますね。ただ空母2隻は取り逃がしになります。この戦力でよく敵のね、機動部隊を叩いてくれましたね。こういう地道な勝利で沿岸をまず固めていくというのができればね、安心かなと思います。四国への上陸作戦ちょっと苦戦してますけども、四国突破したら中国地方、広島、呉、さらに長崎、この辺りに進行戦を行っていきます。北海道の方はなかなか上陸がやっぱりね、ここうまくいかないんですよね、関門海峡いつも。なのでこのままここで北海道から敵を出さないというのに専念したいと思います。小沢さんが頑張ってくれててですね、
敵空母宝生を撃沈してます。香川取り逃がしですが、もうこれも撃破できるの時間の問題かなと思います。帝国海軍の空母加賀撃沈してます。これでもう海軍的には盤石ですかね。周辺もオホーツク一部帝国がね制海権持ってますけども、海軍勢力に関してはご覧の通りほぼ手中に収めたという状態です。陸軍がちょっと苦戦してますけども、ここはねなんとか四国を取って先に進みましょう。強襲上陸かけました。これでね、また戦局を変えていきたいなと思います。さあ一気に包囲戦に持ち込みました。この包囲戦がうまくいけば今度こそ帝国陸軍をね壊滅させることもできようかというふうに思っています。山口県、ここに強襲上陸をかけてですね、背後から広島方面を目指して大阪からやってきた軍と、見事に攻撃ができたと、包囲戦ができたという戦いになりました。完全に日本国誕生ということになりました。ご覧のような形ですね。まあ、今の日本に限りなく近い形ではありますが、まあしっかりとね太平洋も確保してありますし、台湾がね、日本の領土になっています。あとカラフトの半分が日本領ということになっていますね。で、朝鮮半島は独立して大韓民国に、蒙古国満州はそれぞれ、そのまま独立を果たしたというところですね。で、特筆すべきが一部ですね、この大連かな、この辺りに日本の領土があるので、これらの国を守りつつですね、領土的野心は持たずに国際的な影響力を発揮できるように海軍の強化というのをこの先進めていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回以降いよいよ新生日本ということでプレイをしていきたいと思います。